どうも、D コレクションのニチです。どうも、D コレクションのグッサンです。はい、ベージュのアウター、ネイビーのアウターと来て、どちらもすごい好評なんですよ。はい、すごくありがたいです。ありがたいですね。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、またまた、リクエストというか、アンケートとかでね、オレンジ系の、今日はトップスなんですけど、トップスの合わせ方をちょっと知りたいというコメントが多数ありまして、それをちょっと、今日は解説いただけたらなと。はい、わかりました。じゃあ今日は早速、オレンジのトップスの合わせ方ですね、についてお話ししていきたいと思います。オレンジって言ってもこういう風にね、それぞれ色の違いがあったりするんですけど、やっぱりオレンジってこれ見てわかる通り、主張性が結構、そうですね、結構目立つ色です。オレンジの持つ印象としましては、こう赤色と黄色色の両方が入っている、オレンジって、入っているので、赤色の情熱的っていう印象だったりとか、黄色の明るい感じ、そういった印象を両方とも持つ色になります。エネルギッシュな感じの色。なるほど。まあ確かにそんな感じですね。特にこっちのオレンジとかは、そうですね、こういうまさにそう鮮やかなオレンジとかは特にこう元気が出るような、そうですね、エネルギッシュな感じです、こういったオレンジですね、をまず色合わせする場合なんですけれども、やっぱりこういった有彩色って、主張性が激しいので、色合わせするときに同じように主張が激しい色を合わせると、結構目がチカチカしてしまう、してしまいやすくなります。なので、モノトーンとか、はやっぱり無彩色で、この色の主張が少ないので、そういったモノトーンとかは合わせやすいですね、やっぱりちょっと迷った時というか、そうですね、やっぱモノトーンと合わせるのが、そうですね、ですよね、失敗しにくい色かなと思います。例えば黒、こういった感じになると、こうちょっとやっぱ黒って収縮色なので、オレンジもこうギュッと締まって見えて、そうですね、男らしい感じ、のコーディネートを作ることができます。このオレンジの面積が減るので、そうですね、先ほどまでのこう、なんていうんですかね、眩しい感じが、この眩しさがちょっと軽減されますよね。そうですね、で次グレーですね、グレーの場合なんですけれども、例えばですけど、こういう風に鮮やかなオレンジにちょっとこういうくすんだ感じのグレーを合わせてしまうと、結構やっぱりコントラストがはっきり出すぎてしまって、このオレンジが浮いて見えてしまう。そうですね、確かに、そう、こうやって見ると、もう多分パッて見るとここしか見えない。間違いないです。ちょっと、少し違和感を感じるんじゃないかなと思います。グレーのアウターを合わせる場合は、こうやってちょっとくすんだ感じのオレンジですね。こういったものだと、こうまとまりのある感じにできるので、おすすめですね。なるほど。確かに全然違いますね、印象は。そうですね。さっきのオレンジだとすごく、もうそこしか目がいない。っていう感じなんですけど、やっぱりこっちだとちょっと同じように両方とも色がくすんでるので、こうまとまって見えます。馴染みますよね、こっちの方が。そうですね。次、有彩色の場合ですね。でもやっぱりベーシックカラーのネイビーは、比較的合わせやすい、色かなと思います。こういう風にネイビーでも、こういう結構明るいオレンジの場合は、こう暗めの、濃色の、ネイビーですね。なるほど、ちょっと濃いめの方がやっぱり、そうですね、良さそうですね、ここまで鮮やかなオレンジだと。そうですね、やっぱり結構主張性が激しいので、それを何でしょう、生かす、ようにするには、やっぱりちょっとアウターの色をこう控えめな、暗めの色ですね、にするといいかなと思います。なるほど。次は、ベージュですね、はい、ベージュもネイビーと同じくベーシックカラーなので、割と合わせやすい色になるんですけれども、黄色みが強いちょっと黄色っぽい感じのオレンジだったりとか、あと赤みが強い、オレンジだったりとか、そうですね、そういう違いもあります。でベージュの場合はその赤みが強いかとか、黄色みが強いかとか、そういったところに注目してもらえるといいかと思います。なるほど。で例えば、黄色みが強いオレンジの場合ですね、同じくちょっと黄色みのあるオレンジを合わせると統一感がある印象の色合わせですね、を作ることができます。なるほど。で逆に赤みが強いオレンジですね、そういった場合は黄色みが少ないベージュを選んでいただけると、結構すっきりとした印象になります。なるほど。そうですね、同じベージュとの合わせ方でも違うんですね、本当にちょっとしたことなんですけど、やっぱりそのちょっとしたことにちょっと気をつけるだけで、見た目のスッキリ感を出すことができるので、よかったらぜひ試してみてください。
はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。今日の動画が少しでも参考になったという方がいらっしゃいましたら、高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。どうも、Dコレクションのグッチですっていう。グッチすみません、出だしから